11月14日、みなとみらいで冬の風物詩であるイルミネーションが始まりました。皆さんの明るい未来がにつながるようにという願いを込めまして、この街、唯一無二のイルミネーション、また横浜で最大級のイルミネーション、ぜひ皆様に楽しんでいただきたいと思います。11月14日の点灯式では、未来を照らすとのテーマにちなみ、市内の小学校から募集した絵画約100点でプロジェクション映像を作成し上映しました。さあ、5秒前からカウントダウンします。皆さんもぜひご一緒にお願いします。いきますよ、5 4 3 2 1。横浜ミライトは来年の2月17日まで、午後4時から夜11時まで港未来の夜を飾ります。港未来から横浜経済新聞がお送りしました。